冬のライオン、冬のライオン、冬のライオンは、1966年初演のブロードウェイの演劇作品。1999年にはリバイバル上演されている。また、1968年にイギリスで映画化され、2003年にはアメリカ合衆国でテレビ映画としてリメイクもされた。1183年クリスマスのシノン城を舞台に、 中世のイングランド国王ヘンリー2世と王妃エレノア、その三人の息子とフランス王を絡め、権力と人間関係をめぐる愛憎を描く。歴代のエレノア役を演じた女優が常に絶賛されて、様々な賞に輝く一方で、フィリップ役には将来が有望な新鋭の美男俳優が起用される、ことでも話題になる作品である。イングランド国王ヘンリー2世は、 愛息しジョンと堅実の稽古をしている。ヘンリーは自身をリア王に重ね、メイクンになる決意を傍らにいる愛称はレースに語る。1183年のクリスマス。イングランド国王ヘンリーは自分への反乱が絶えない家族や、領土をめぐるフランス王との長年の争いを解決するため、南京中の日、エレノア、息子のリチャード、ジェフリー、フランス王のフィリップを 死ノんじょうに呼び集めることを決める。これに、ヘンリーの愛するバッシのジョンと愛称アレースが絡んで、様々な駆け引きが繰り広げられる中、崩壊した家庭の人間模様が改めて浮き彫りにされてゆく。そんな中、王妃エレノアは広大な、アキテーヌ領と引き換えに、自身の解放と、リチャードとアレースを結婚させるべく、ヘンリーに迫り、ヘンリーも一度は決心する。ジョン。 そして、アレースは激しく抵抗するが、強引に祭壇に誘われる。しかし、祭壇の前で、リチャードやフィリップと激しい口論が繰り広げられ、白紙となる。ヘンリーは、アレースへの愛を逆に深め、その様子を見たエレノアは、悲しみと屈辱で瞳を潤ませる。よく未明、男たちは次々に、フランス王、フィリップの部屋を訪れては、片隅に隠れる。最後に、 ヘンリーが訪れ和平を申し出るが、フィリップがリチャードへの愛を否定したところで、リチャードが物から飛び出す。二人は口論となり、さらに物陰から現れたジョンとさえ口論となり、ジェフリーが冷静に話しかける。そして激光したヘンリーは、三人の王子たちを感動することを宣言する。息子たちの相変わらずの裏切りに愛想がつきたヘンリーは、彼らを遊兵し、 エレノアとの結婚を向こうとして、アレースと結婚して新たな子をいようと、ローマの教皇の下へをもむこうとする。一方、エレノアは三人の息子を酒蔵に集め、探検を渡し、ヘンリーに反乱を起こさせようとする。そこに、ヘンリーが現れ、明かりを灯す。対立が避けられないと悟ったリチャードは探検を手に取り、またヘンリーも残りの探検をジェフリーとジョンに渡す。 三対一の決闘が始まるが、ヘンリーの気迫に、息子たちは劣勢となる。しかしヘンリーは止めをさせないまま、戦いの終わりを宣言する。息子たちはその場から逃げるように立ち去り、ヘンリーはアレースを突き放す。ヘンリーは王国を、エレノアはヘンリーの愛を失い、互いに絶望の淵にあるが、希望を信じ絶望に立ち向かう力強さを見せ、静かな語らいの時を持つ。 二人は力強い笑いと共に、再び離別するのだった。登場人物はすべて歴史上の実在の人物であり、背景も史実に基づいている。しかし、登場人物の性格や彼らに関する逸話は、史実というよりも、むしろ英米で広く、一般に知られている、伝説的な人物像記に描かれている。百八十三年のクリスマスに、死のん城に一家が集まったというのも、 前年の1182年のクリスマスに、ノルマンディのンに一家が集まったことを下敷きにした、創作である。括弧内は、モデルとなった、実在の人物。ヘンリー、イングランド王ヘンリー二世、50歳。エレノア、アリエノールダキテーヌ、61歳。リチャード、後のイングランド王リチャード一世、26歳。ジェフリー、ブルターニュコージョフロア二世、25歳。 ジョン、後のイングランド王女、16歳。フィリップ、フランス王フィリップ2世、19歳。アレース、フランス王女アデル、23歳。ブロードウェイのアンバサダー劇場で、1966年3月、3日本へ初日。エンバシーピクチャーズ制作、137分、1968年10月30日、公開、アメリカ。 アンソニー・ホップキンスとティモシー・ダルトンの映画デビュー作である。ブロードウェイのクライテリオンセンターステージライト劇場で1999年2月17日プレビュー初日3月11日,日本円初日。アメリカ合衆国のテレビ映画として制作された放送時間153分2003年12月26日にイギリスで初公開され、 本国アメリカでは2004年5月23日に放送された。1968年の映画版の演出は、その2年前にブロードウェイで初演された舞台版の演出に極めて近いもので、このためセリフ回しのテンポが良く、会話速度も通常の日常会話より速いものになってい。これに対してこのリメイク版では、セリフ回しに十分な間をとって、 登場人物の心情や感情の推移をより繊細に描き出しているところに特徴がある。また、時代背景を表すシーンを多く織り混ぜて臨場感を出すことにも成功している。このためこのリメイク版は、セリフ自体は映画版のものと全く同じなのにもかかわらず、映画版に比べて冊子が16分も長くなっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。